ただいまー。ただいま。ラジコじゃない。ロボコです。ロボコです。あ、映ってる。やだー。できたー。ロボコです。ラジコじゃない。ロボコです。映ってるのかな。そうなんです。今日日本に来て初めて。結婚式行ってきました、友達の。ちょっとおしゃれな髪型します。みんなどんな感じであれしてんのかな？配信してるのかな？よろしくお願いします。まず挨拶から、はじめましての方も、第5期、ドラゴンクエスト、初心者大使、あ、ドラゴンクエスト10、初心者大使の、リーナです。初めて一人で配信なので今ドキドキしております。無事線とかつなぐことができて、それが一番楽しかったです。これからちょっと一人でどこまで進めるかドキドキなんですけども、昨日種族を決めまして、オーガにしました。で、名前も最初オフラインの時に、ロボコっていうひらがなで使っていたんですけども、それをリーナに変えて、カタカナでリーナに変えて、これからちょっと冒険を始めたいと思います。みんなどんな感じで配信してるのかな。いぶきちゃんが多分最初に配信したのかな。いろいろ大きいって何そうなんです。いぶきちゃんの配信を見ようと思ったんですけども、こうポチッとしたらもう人がいっぱいになってしまって、あ、今りゆきちゃんが配信してるんだってことは、まっちゃんもか、すいません、かぶってしまって。もしよかったらこちらもぜひアドバイスをいただけたらなと思います。いやー、いいな、リュウキちゃんのも見たいな、参考にしたいな。松はええわ早いな、言われてる。よし、今日は昨日これの勉強をしたので、これを今日いっぱい使っていこうと思います。よし。そうなんだよね、りゆきちゃん天才なんですよね。りゆき、あ、そう、部屋隣なの。近いよ多分私の部屋がですね、他の3人とちょっと雰囲気が違うのかな。でも3人、他の3人の部屋にも遊びに行ったんですけども、私の部屋の方がロマンチックでお気に入りです。まっちゃんの部屋見ました、皆さん。なんかね、一番真っ白です。地面も白で、壁も白で、家具も白くて、で、ベッドルームも白いんですよ。そう、本当に一番ロマンチックでどっちかっていうとりゆきちゃんっぽいんですけどもね。ここはですね、カーテンとかもグレーで、後ろの電気も茶色だったりするので、で地面も木になっているので、はい、ちょっと温かみのある部屋です。お気に入りです。家具ですか。家具はバッチリついてます。過ごしやすいです。いやー、配信にはもう本当にもってこいのありがたい部屋なんです。ムーディーな感じですか。はい、ムーディーな感じです。一番、4人の中で一番ムーディーな感じの部屋です。よし、 BGM 聞こえます皆さん。もう実はちょっと一瞬違う画面開いてみますね。今実はですね、ここまで開きました。ポチッ。はい、ここまでやってます。いいかな、このまま進んでいいんですか。いいですかね。
リビングはありますよ。今私はリビングでやってます、配信してます。ちょっと今日結婚式に参加して、あまりにも豪華なご飯食べたので、貧乏症の私としては夜食に焼き芋買いました。今回の配信が終わったら焼き芋を食べたいと思いますいやもうずっといい匂いが今真下からしてるから、早く成長して冒険を楽しんで。今子じゃないよ今子ちょっとこつければいいと思ってるんでしょう。みんなラジコン間違っちゃったんですけどね、最初。よし、では行ってこようかな、冒険へ。小野妹子、違うよこれをこうして、そしてこれをこうするでしょ。で、よいしょ。こうして、こうして、 OK。 じゃあ配信スタートします。端っこの方に寄せます。こんな感じかな。よし、では冒険、後のサイズ、冒険をする。10、サーバー10ですね。サーバー10、行ってきます。あれ、この元のサイズに戻すってどうやってやるの、どうやって消すんだろう。よし、どうやって消すんだ、元のサイズに戻す。一回マウス動かそう。あ、できた、すごい。よし、これを消して、違う、ポチッ。死にかけた時におかしな夢でも見たんだろう。なんだ、そういうことがよくわかんない。カーソル、まゆちゃんにお礼を言ってくるんだよ。大変な思いをして運んでくる。まゆちゃん、これって放送して大丈夫なやつですよね。家は鎧の看板を出している、鎧の看板を出している防具屋の横の端、鎧の看板、防具屋、地図、どこだ、どこだ、鎧、これかな。これ？上がったとこ？紫に行こう。あ、なるほど。ってことはここだ。ゴンジ。わしはゴンジ。頭上の名前についてのマークを見ればすぐわかるよ。そこ見て、画面の右下にある顔のところに初心者マークが表示されておるだろう。他の人にはそれが上の頭上には見える。初心者マーク、はい、ちょっと忘れられたらね。クエストとは困っている人の悩みを聞いて、
何でもいいから好きな仕草をやってみせておくれ。そしたら特別な大神の挨拶。どうすればいいのかな。大神の本日にコミュニケーションの説明を受けることになった。何でもいいから好きな仕草をやってみてくれ。受ける。そこ結構、広いかな。広いよ。前住んでたお家より広いよ。どうしよう。受ける。オッケー。行きます。いい返事じゃの。では早速仕草のやり方を伝授してやろう。セリフとセット。A ボタンを A を押しっぱなしにすればよく使うセリフの一覧が出てくるはずじゃ。そこに登録するセリフ。じゃあ A ね。長押しか。こうか。おお。なるほど。で、こうか。なるほどね。昨日もごめんなさいしちゃったね。自分なりのセリフ。さて、お前さんに大賀流の挨拶の仕草を教える前にチャットの使い方も食事をしようかと思っている。謝罪大使。地図の使い方を聞いていくか。はい、そしては教えてやろう。X ボタンで開くことができる。そして開いたら B ボタン。ではベガさんを見つけたらチャットで周りにご飯だよと言っておき、ベガさんにご飯だよだって言うと X でなんだっけで B だっけ。キャラの場所、あれベガさんもいない。こうか。ベガさん、なるほど。 OK。 で、これを消すのは村王の家に行きます。 OK。向かおう。あ、これドアかな。あ、間違えた。右だ。あれ？階段。あったあった。で、こうやって来るから次左。すいません。すごい下手、すごい下手です。あ、そろそろこっちかな。で、こっちだった。これな、あ、ベガさん。なんだっけ。違う。これじゃなくて、なんだっけ、ご飯、セリフ、ご飯なんちゃら、あれ？ない。とりあえずこんにちはしよう。こんにちは。あ、なるほど、自分で打つんですね。はい。ここはチャットで頼む。キーボードで文字を入力すればそのまま言いたいこと。このまま？長押しだっけ？
こうやって、あ、来た。セリフをチャットで入力は RB。これか。これを、あれ？消せない。あれ？ちょっと打つんだ。キーボード、シフトエンター。OK。シフトエンター。あれ？で、シフトエンター。あれ？できひん。画面クリックして、画面クリック、いけるのかな。ご飯って打ってみるよ。ご飯、あれなんでよ。ドラクエをウェン、ドラクエのウェンドを一度クリックして、こうするでしょ。クリック。あ、メニュー消すの？ OK。メニュー消して、こっちクリックして、で、シフトエンター。おー、なんか変なの出た。やったー。ドラクエの画面をクリックします。はい、クリックして、で打てばいいのかな。ご飯だよ。ベガさん、ご飯だよ。こうやって追加ってできるんですか。そのままキーボード打って。ご飯だよ。あれ、これ消す？消して。メニュー消しました。ウェンドウ。で、今これ打つんでしょ。あれ、一回打って、どうやってやるんだろう。ご飯だよ。シフトエンター、 OK。 シフトエンター、すごいすごい。ご飯だよ。びっくりマーク。覚えた。すごい。楽しい。全然分かってない。自分中だから帰れない。とりあえず知らせに来てくれたお礼にチャットの詳しい。本当に。仲間やフレンドがいるなら、どの人に対してチャットで話しかけてるか聞いていることができるんだろう。やり方は、コントロールを押して、はい。コントロールがよく使うことになるから覚えておいてください。うんうんうん。コントロールね。あと、チャットの吹き出しは相手によって色が変わるんだ。仲間は緑。あ、キマール、キマールだ！キマールだ！キマールに挨拶してみよう。あんた、親父のところ戻るといい。キマール、キマール、どこ？キマール。あ、おった！こうして。で、シフト、エンター。で、シフトエンター。いや、まだ言ってないのに、まだ言ってないのに突っ込まれた。36ですよね。シフトエンター36。30 あ、ロボコに対するの反応が
24だよか。ちょっと早くない？何してんの？いや、フレンド送った。あ、どうやって、え、どうやってやるの？ Y をして、はい、Y。返事をする。で、B でしょ？ごめんなさい。あ、さっき使ってたごめんなさいだ。断ろう。こういう時に使うの。これ一回断ったら、これ一回断ったらもうできないのかな。やばいやばい。ごめんなさい。はい、わかりました。やばい。え、じゃあしょうがないから。あ、オッケー。フレンド送りたいな。長押し？なんだっけ寄ってきた、すっごい寄ってくる。なんだっけ、じわじわやって寄ってくるよ。近い近い。作戦フレンド、はい、作戦フレンド、フレンドを探す、フレンドを誘う、周りから決まる。はい、常にフレンドの誘い来てます。返事から、はい、どうやって戻る、どうやって戻って返事をする。また誘われちゃった。ジャンプ。階段じゃない。こっちか。あ、いた。フレンドは離れててもチャットできるよ。そうなんだ。じゃあ、本当に親父のとこに行くね。親父のとこ行くね。これでも向こう見れるんだね。すごいね。あ、そっか。コントロールを押して、縦横ってかったの。あれ？なるほどね。できた。できた。コントロールでフレンドに変えるの。左右かな？コントロール左右。あ、すごい。ピンク。あ、すごい。すごいすごい。で、右に押すと、ピンクになった。これがフレンドにしか見えないちゃう。はあ、すごい、面白い。ピンクロボコです。コントロール。やろ。うん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 。そっか、LINE みたいってことか。面白いな。でも私は親父のとこに行ってきます。ロボコよろしく。あれ？通り過ぎた。
カメラワーク見にくいですかね、皆さん。あれ？どうやって行くんだっけ？こうか。だんだん慣れていきますね。え、あと5分なの？嘘。あ、動きまだ変えないかな。嘘、やだ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 。え、配信切れたら延長できるのかな。配信消えたらあれしたいな。あれ？閉まっちゃった。入れてよ、中に。ジャンプ！ジャンプ！ジャンプ！同期の振り断った人初めて見た。私はこっちから話しかける。あれ？お、座れる！え、すごい！座った！イエーイ、決まるは席に座れないのに。え、すごい面白い、座った。ここにも座れるのかな。隣に座った。すごい、なんかすごいシェルね。みんな楽しいです、とっても楽しいです。え、話しかけたいな。あ、OK。この角度がいいね。OK。話しかけたいのに、話しかけたいのに。すぐ座る。あ、そっか。Y で、は、違う。どうする？顔のマークが出るまで方向チェンジ、OK ってことは一回消してこっちに回ってみよう。あ、出た。よし。うん、コミュニケーションの基礎が伝授できました。あ、コントロール横。あれ？何これ？焼き鳥じいさんの日常を受け取りました。フレンドのお誘いがあります。ん？ログ？あ、ん？ログですね。システムログ。ってことは？消せばいいの？もうなってる。消した。OK。リーナ。あ、すごい。経験値入れました。Q の音声入れました。イエーイ！嬉しいな、このスタンプ。はい、ネットゲーム初めてです。最近人狼かな。いや、今日はもうコミュニケーションを覚えることができたし、仲間になれたから、ちょっとこの後自分でいろいろいじくってみて、ちょっとずつ成長していきたいと思います。あと15秒。みんな見てくれてありがとう。3人今もう終わったのかな。バイバイ、ありがとうね、みんな。焼き芋食べる。